はい、皆さんこんにちは、ケントです。今日もよろしくお願いしま す。で、今日はですね、また大輔さんに来てもらいまして、はい、ジムのね、話とかもまたちょっと新しい進展があったっていうことで聞いていければと思います、はい、お二人簡単に自己紹介いただいてもいいですか？はい、ファンクショナルトレーニングジム、ファンクス六本木のマネージャーの小山大輔です。まあ、以前はね、フィジークの形としてご紹介いただいたんですけど、はい、またこっちの方が新しくファンクスっていうののマネージャーやらせていただくので、よろしくお願いします。ファンクスのトレーナーをさせていただいてます、彩香と申します。彩香さんと大輔さん、今日は簡単にお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、結構僕のチャンネルってこれからフィットネス系で働きたいとか筋トレ好きだけど仕事にできないかなみたいな方がたくさんいらっしゃるので、まあ、そういった方に向けてのためになるお話だったりっていうのもお聞かせ願えればいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。最初こうジムをオープンするときってやっぱ難しいところだったりとか、うん、まあ、忙しいのもちろんですけど予定してた通りにうまく進まないとかってあるじゃないですか。お二人は最初の、まあ、まだグランドオープンはしてないと思うんですけど、うん、今のプレオープン時点までで何か難しかったといいますか、ここで苦労したなみたいなのありますか？スタッフを集めることまあ結構きつい。スタッフを集めるのが一番結構しんどかった。スタッフを集めるのが。インスタグラム募集されてましたよね。そう、募集してて、多分延べ15人ぐらい、はい、面接多分してると思うんですけど、して、はい、多分採用したのが、まあ、1人か2人ぐらい、はい、くらいなので、それなんか基準があるんですか？まあ、基準はありますよね。まあ、なんかファンクスって、まあ、語源通りで、ファン、楽しい、まあ、あとファンクスのファンの X、まあ、無限大、まあ、楽しいの無限大っていうのをコンセプトに掲げているところもあるんですよ、はい、やっぱりしっかりコミュニケーション能力がすごい高くて、はい、まあ、あんまりドギマギしないっていうか、フランクに話せる人っていうのがやっぱりどうしてもこっちの方としてはすごい欲しかったので、やっぱそういったものを重点的に見ていくとやっぱりなかなか少なかったかな。 それである程度体作りの知識がちゃんとあって指導ができるっていうことですよね。そう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 。例えば僕だったらなんか発注してた器具が時間内に届かないとか、内装でちょっとうまくいかないとか、うんうん、ぶっちゃけあったんですけど、そういうのとかってないですか？いや、めっちゃありましたよ。もう、まあ、芝生の方もこのクイーンエックスの方に関しても、まあ、他の機材に関しても、はい、やっぱ内装に関してもやっぱり本当はもっともっと早い段階できて、もっとグラン、あとレプシュ、プレオープンもっと早い段階できるはずだったんですけど、それどん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 こう遅れていったことによってやっぱりスタッフもすごく大変ですよ大変ですいろいろやることあるので。ここってもともとはどういうお店というか、こっちもともとバーっぽかったんですよ。バーだったんですか？バーみたいでした。で結構入れてますよね。うん、ガチガチの居抜きとかではないんですよ。そうそう、ただちょうどなんかいいのが武骨感が出てるんで、はい、なんかこうダストとか結構ねいい感じに、そう、そう残しつつ、うん、まあいい感じで作って秘密基地感が、そうそう秘密基地感すごい正解、うまいそうね、ダメだね。じゃあやっぱ採用というか、うん、トレーナー探すのが一番大変でしょ。そうですね。だからやっぱりそのホームページを見てとか、はい、あとやっぱりこの募集要項を見て、それに合った人っていうのをやっぱり自分たちの方で取りたいと思うので、それに自分がマッチしてるかどうかもやっぱ考えないといけないっていうのもあるかもしれないですね。ただやる気があるっていうだけだと、やる気だけっていうだけだ。ちなみにここってもう地図ちょっとこの辺に貼っとくんですけど。はい、もう港区六本木のど真ん中じゃないですか、うん、こういうところで来るお客さんの層とかって、まあ、もちろんまだオープンされてないと思うんで、うん、なかなか把握しづらいかなと思うんですけれども、多少やっぱ元々のあっちのジムと被ってると思うんですよ、はいはい、お客層的には、うん、そういう感じで言うとどういった方が多分六本木ヒルズで働いてる人だったりとか、はい、まあ、ここら辺で、まあ、裕福層と言われてる層の人が多分多いんじゃないかなと思いますよね、まあ、このタンクスはもうPBL よりも、パーソナルボディラボよりも、もっと地域密着型になると思うので、はいはいはい、なのでやっぱりもっともっと、多分そういった層の方がどんどんどん来ると思います。じゃあ稼働としては、比較的夜の方が多いですか？いや、仕事終わってから来られる。朝どっちもどっちじゃないですかね。多分昼の方がもしかしたら少なくなるんじゃないかなと思うんですけど。あ、昼ですね。昼、うん。だから朝、会社行く前に来て、で、お昼落ち着いて、そう、落ち着いて夜でっていうのが多分、メインになるんじゃないかなと思いますけどね。まあ多分客層としては多分30前後ぐらいの多分すごいやってる人っていうのをメインターゲットにしてると思って、でその中から20代の方ってそんな多くないですか？そんな多くな
ないんじゃないかな。もしかしたら多分、まあ、でもエリア職ですよね、うん、それは多分後半にはなると思います。前半は絶対多分ほとんど来ないかもしれないですね。確かにそもそ も港区に住んでる人の層で20代前半っていうのはまず少ないですよ、ね、そうなかなかない。だからしっかり自分を持ってる人って、はい、多分そのね、さっき言ったようにその料金に合ったサービスを提供すればそんなに言うことないと思うんですよね。多分頭いい人だったら、うん、もしそこにこう自分が求めてたものとちょっと違うものがあったとしたら、うん、まあ黙って他行けばいいですよね。そこに無駄な労力とか時間使わないじゃないですか、うん、そう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 。でよっぽど暇な人か言いたいだけの人とか、ね、言いたいだけの人とかですよね。そうどこ行っても多分ねクレームつけちゃった人はやっぱどこ行っても多分クレームつけない、コンビニとかもなんか素材とか、ね、それに多分この辺にお住まいの方っていうのは比較的こう素晴らしいお客さんの方がいらっしゃいますよね。これちょっと今思いついてめっちゃ聞きたかったんですけど、はいはい、まあ、大輔さんこのお店というかここじゃなくてもいいんですけど過去にずっとトレーナーやられてたじゃないですか。こういうクレームあったよみたいなのありますか。あった、うん、なんだろうね。特に多分こちらとしては別にそんなクレームがつくようなことは多分ほとんど一切ない、うん、けどもやっぱり向こうとしては何かが気に食わなかったっていうのは多分あると思うんですけど、それがやっぱり自分たちとしても分かんなかったら改善のしようがないんですよ、はいはいはい、そうですね、うん、でもなんかやっぱり逐一何か何つけつけてもうしっかりなんかこう規定とかに書いてはあるんですけど、それでもやっぱりこうじゃないかああじゃないか。一旦学生卒業してトレーナーになりました。でもいざなってみたら、うん、こういうクレームあるんだってそこで知る人って大変だと思うんですよ、うんうん、あらかじめ知ってたらある程度そこに対して用意できると思うんですね、うん、例えば一筆書いてもらうにしてもそうだし、もし自分に落ち度があるようなことであればそれを事前にこう、うんうん、起こしておくっていうことはできると思うんで、まあ、ちょっと聞いてみたいなと思います。私もともと漢字のトレーナーだったんで、はい、その流れでじゃあフィットネス系でっていう。そうです。そこは何かクレームだったりとかちょっとお客さんからこうしてほしいなとかっていう話ありました。なんか貫通だから特殊ななんかクレームみたいなのはありますね。天井出血のやつだよね。とかなんか巻いてやってるけど実際効果を分かんないから目で、はい、あ実際なんか、なんか差別化してもどうなのみたいな、はい、ありません？あったあったあった。なんか続けてても、あとなんかしびれがもう嫌だみたいな形で、うん、じゃあなんで加圧続けてんのって言ったんですけど、こっちとしてはそれがね、メールなのね。最初の体験で、それ分かるじゃんって。そう、分かるじゃんってなるけど、もう早く取ってよみたいな、いやもうちょい頑張ろうよみたいなとかあるけどね。じゃあそういう、なんだろうな、業種ジャンル特有のというか、まあ、あるけど、クレイジーなクレイジーなのはないかな。なんか私の前のところが中央区だったんですね、はい、お店が、はい、銀座だったから、それこそなんか富裕層みたいな感じだったから、やっぱりそういったアクシデント起きにくい、なんか心に余裕があるのか、うん、なんか別になんかこっちが例えばなんかちょっとなんかお金に対してもちょっと金銭が間違っちゃいけないんですけど間違ったことがあって、それでもなんか別に次回でいいよみたいな、お優しい方がゆとり方がたくさんいらっしゃいますので、ね、うんうん、確かにすごい器具は抑えてるけど差別化できてますよね、うん、うまくね。だから多分もう一個のオーソドックスなパーソナルジムがあってこそのこっちじゃないですか、うん、両方ともやっぱりそうですよね、うん、ニーズ逃がさないっていうか、ここのなんだろう一番の、まあ、さっきもお伺いしたんですけども、コンセプトだったりとか他のジムにないようなテーマとかってありますか、うん、まあ、基本的には裸足でできるっていうのも一つのあとテーマっていうか、はい、まあ、あのファンクショナルトレーニング、まあ、自分が一番最初にイメージしたのが原始人に戻ろうっていうのをイメージしたんですよ。現代人って車使ったりとかさ、はい、電車使ったりとかも移動手段なんていろいろあってさ、はい、もう昔の人なんてもうあっちからあっちまでけどもうずっと徒歩かもう走るしくらいしかないよ、身体機能相当高かった気がするんだよねそれで人工脂肪を入れたのがきっかけ。ああそうで、都内でも全然これ、はい、この人工脂肪の方はほとんど入れてなくて、入れてる何かっていうとフットサルチーム、はいはいはい、はい、もともとこの人工脂肪自体がこう普通人工芝って直毛、こういう向きでしか流行ってないので、はい、その向きに力が加わると滑っちゃうんですよ。ただこいつは絶対滑んないですよ。確かに この網目状っていうか結構長い、高いですね。そうそう、4センチあるので、だからジャンプしても全然そんなに痛くないですよ。これって僕もここまではないんですけど軽い人工芝のマット引いてるんですよ、うんうん、割と毛が抜けちゃって掃除大変なんですけど、うんうん、そういうことないですよ。あります、若干あります。見ていただければ分かるんですけどやっぱ朝クリーンにしとかないといけないじゃないですか。そうですね、うん、メンテナンスと
清掃とね、あとこう削れた部分を補填したりとかっていうのが、うん、なかなか目に見えない努力。これ全部繋がってるんですか？全部繋がってる。いや、1枚じゃないです。いや、3枚だったんです。いや、3枚でめちゃくちゃ高い。普通の軽自動車1台は買える。3枚で。3枚で、まあ、4枚使ってるんだけど、まあ、4枚使ったから。僕、シンガポールとマレーシアよく行ってて、シンガポールとマレーシアのジムってこういうエリア必ずあるんですよ、うんうん、でフリーウェイトがあってプールとかがあって、まあ、こういうエリアがあってストレッチエリアあるみたいな感じで、ただ日本ではねこういうスタイルあんま見ないなと思ってたんで、うん、ニーズとしては非常にあるんじゃないかなと思いますけど、うん、まあ、興味ある方は概要欄の部分からチェックしていただいて、遊びに来ていただければ多分お二人がいるかなと思います。クーポンを多分きっと貼ってくれると思うので、はい、そのクーポンを使ってぜひぜひ、トライアル受けていただいたら嬉しいです。ということで、大輔さんのインスタグラムと、はい、彩香さんのインスタグラム、はい、貼っておくので、パンクスも、パンクスも。で、今日はお二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。